この動画は交通安全啓発を目的としております。事故に巻き込まれて帰宅が遅くなった。僕は助手席、直進中バイクが右折してきて軽トラの後方に、ドン、相手のおじいちゃんが、お前らが突っ込んできた、ってめっちゃ怒ってた。朝の衝撃映像。右の黒い車が衝撃音と、共に減速し、その後すぐに中央車線の上からタイヤが降ってきます。あー事故ったねー。自転車同士の事故。悪いのは自転車 A、自転車 B、どっち？相手方は左しか見ておらずシルバーの車が左折のために止まっており、それを追い越す車はいないと思ってたようです。こんな寒いのにサンダル履いて運転していました。てめえ、どこ走ってんだ。だからバイク乗りはって言われるんだ。ちょっと落ち着け自分。観光バスで堂々としたイエローカット。こんなバスには乗りたくない。前方から近づいてくる自転車の女子高生。その子ずっとスマホを見ながら運転してたので、危険予知で停止しました。歩道を走行するバイク。どうも、うまとエッチしたことがあるようなことをリアルゾンが言ってるってこと。ってことを、その浅井ゲームが、浅井ゲームですよ。が、その DVD の中で見つけたと。ね、これは、マコさんに感想いただかなきゃいけない。どんなおっちゃん言うた。ね、昨日遭遇したドラレコ事案。車道歩きのじいさんと逆走してまで左折したい軽自動車。こちとら歩行者の通行待ってんだから、お前もちょっと待っとけ。
ついさっき死にかけました。生きててよかった。大型トラックが普通に信号無視していった。深夜は、こういうのがいるから青信号でも気をつけましょう。非常識なプリウスの危険運転。私も、プリウスと同じく速度運に、行きたかったのですが、奥に対向車のヘッドライトが、見えたのと本線の国道からの左折車がいたため待っていたら、バイクのお兄さん、危なかった。二人乗りは、してる。ノールックで飛び出してくる。クラクション鳴らしたら罵声を浴びせてくる中学生。らしき一団。横断待ちしていた車と、自転車のおっさんの言い合い。自転車おっさんは進め指示、止まって待っていた車進まず。自転車おっさん横断するとき怒鳴る。車の運転手も怒鳴り返す。マーキングかしら。藤森翔平です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、11月25日は日経ビジネス副編集長の武田康江さんです。田村さん、はい。冷たい風とかけまして、絶好調の大谷翔平選手と解きます。遅すぎて煽り運転をしてしまいました。ご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。